本日はきらめきコンサートにお越しくださり誠にありがとうございます。これから少しの間ではありますが、私たちの演奏をお楽しみください。申し遅れましたが、本日司会を務めますのは高校3年フルートパート吉岡祈りと、同じく高校3年フルートパート田中くるみです。最後までよろしくお願いします。いたします曲は岩井直弘作曲ポップスマーチ素敵な日々です。この曲は1989年に全日本吹奏楽コンクールの課題曲として使用され、題名にマーチと書かれてありますが、部分的なスイングやポップスならではのシェイクやグリッサンドが登場し、明るく軽快なリズム感のマーチとなっています。またこの曲には指定のテンポがないため、バンドごとに違った良さが生まれます。暁星高校の演奏するポップスマーチ素敵な日々をお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
Thank you.
にお送りいたします曲はオフィシャルヒゲダンディスクのサブタイトルです。この曲は難病を患い耳が聞こえなくなった恋人との恋愛が描かれ大人気となったドラマサイレントの主題歌として起用された曲で、ドラマのヒットとともに話題になりました。さまざまな楽曲のソロや優しく温かいメロディーをお楽しみください。それではどうぞ。西村健吾、ギターサックス
ンキャスト尾形美優、フォトサックス増田理子、どうぞ。
しみいただけましたか？ここで先ほどのソロを紹介します。トロンボン、森岡由良。トランペット、石井絵里香。
Thank you.
まして、聞いてありがとうございます。アンコール1曲用意してますので、もうしばらくお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。天気に恵まれたのは良かったんですが、本当に日差しが途中からきつくなってきまして、皆さんも暑い中に聞いていただきまして、ありがとうございます。コロナがようやく、明けたと言っていいですかね、マスクをせずにこう生活することができて、でこの3年間、いろいろ、皆様も、制限の中で生活されているんですけど、高校生もこういろんなことができなくて、で本当に久しぶりにここで、全員で今120人いるんですけど、全員連れてきて、今までの溜まってたものとかもマスクで押さえつけられてたものも全部こう発散するような感じで、今日は演奏してまいりました。これでもう最後になりますが、一番最後に、ジョー・フィリップ・スーザという作曲家が、作りました、アメリカのマーチ音なんですが、美中の美という曲を、最後に皆様にお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。Thank you.
皆さんどうもありがとうございました。これにて、東海大学附属大阪行政高等学校のきらめきコンサート、終了となります。また、来年の第1日曜日にはこの辺りで演奏しているかもしれませんので、また皆様にお会いできるように楽しみにしております。本日は誠にありがとうございました。